蜂蜜一瓶作るには、400匹の蜜蜂が必要。蜜蜂は、鼻から鼻へと飛び回り、花の蜜を集め、一滴ごとに体の中の蜜袋に貯蔵する。蜜袋からは、酵素を含む分泌液が出るため、蜜の味が少し変わる。こうして、蜜蜂は集めた蜜を巣に持ち帰り貯蔵する。そして、貯蔵している間に約4倍に濃縮され、2キログラムの花の蜜が500グラムの蜂蜜になる。しかし、蜜蜂は冬は6ヶ月くらい生きられるが、夏場は4週間から6週間しか生きられない。しかも、夏の間に集めることができる花の蜜は、せいぜい小さじ1杯、5グラムほど。そうすると、一瓶500グラムの蜂蜜を作るためには、400匹の蜜蜂が必要という計算になる。このように考えると、私たちが何気なく口にしている蜂蜜は、大変貴重な食べ物だということがわかる。旬とは何なのか。春、夏、秋、冬と、季節の移り変わりがはっきりしている日本では、それぞれの季節に美味しいものや美しいものがあり、その季節の真っ盛りのものを旬のものという。では、この旬という言葉はどこから来たのか。もともと旬というのは、旬のことである。そう、1ヶ月を10日ずつ3つに分けて、上旬、中旬、下旬という、あの旬である。例えば、冬に美味しくなる野菜や魚、その中でも、特に美味しさの山は10日間ぐらいだということから、旬という言葉が生まれたのだ。昔の料理は、一旬ごとにそれぞれ旬のものを使って、献立を変えるのを原則としたようだ。野菜や花など、土に根付いたものには、収穫期があるため、旬といったら、たくさん出回って、安く新鮮なものを手に入れられる時期と考えてよい。なので、一昔前までは、旬のものというのは、貴重で飛びついたものである。しかし、野菜や花の温室栽培、魚の養殖などにより、食べ物が季節を問わず、いつでも手に入るようになった現在では、この旬のありがたみというのは薄れてきているようだ。異性の心理が簡単にわかる椅子の座り方。デート中に異性の気分が今どんな状況なのか、椅子の座り方で簡単に見分けることができる。まず、椅子に浅く腰掛け、
背もたれに持たれていない場合は、かなり居心地悪く感じている。しかし、単純に緊張しているだけの可能性もあるため、ちょっとした雑談やジョークで緊張をほぐすようにすること。逆に、椅子に深く腰掛けている場合は、心に余裕がある証拠。また、頻繁に足を組み替えている場合は、あなたの話に退屈している証拠である。話題を変えた方が良い。そして、背もたれに持たれていたら、リラックスしているサイン。ただし、やる気もなさそうなため、何か刺激のある話が必要かもしれない。手品で使う鳩は、なぜいつも白いのか。黒いシルクハットからパッと鳩が出てくる手品では、よく神社などで見かける色のついた鳩よりも白い鳩が使われる。手品で使う鳩が白い理由は、白の方がコントラストが鮮やかで見栄えがするためである。しかし実は、他にも理由がある。その理由とは、手品師が服の中に隠しておくのに都合が良いためである。あの白い鳩は、銀鳩といい、他の鳩よりも体が小さいのだ。それにもかかわらず、羽を広げたとき、普通の鳩と同じ大きさに見えるのだ。加えて、銀鳩は非常におとなしいため、手品を円滑に進めることができる。いわば、手品師御用達の鳩というわけだ。それにしても、なぜあんなに長時間じっとしていられることができるのか。鳩に限らず、鳥には仰向けにされるとおとなしくなるという性質がある。それを利用しているのだ。もちろん、ヒナの時から、大切に育てて仕込んでいる鳩だからこそ失敗なくできるということは言うまでもない。鳩を使った手品は愛情があってこそ成功するものである。ちなみに銀鳩はペットショップで1羽4000円、ペアだと7000円くらいで売られている。日本の携帯の絵文字が世界基準になった。メールで感情を簡潔に表現することができた絵文字。以前は携帯からパソコンに送信すると文字化けしてしまうことがあった。しかし現在ではパソコンでも携帯の絵文字のほとんどが使えるようになってきている。これは文字についての国際標準規格ユニコードに日本で使用されている絵文字が段階的に採用され続けているためである。
絵文字は日本で独自の進化を続けてきた。その標準化を進めたのはアップルとグーグル。そして今や iPhone、iPad、Gmail などグーグルのサービスで絵文字が使えるようになっているのだ。スイカに塩を振ると甘くなるのはなぜなのか。料理の基本の一つに、さしすせそというのがある。ご存知の通り、さは砂糖、しは塩、すはお酢、せは醤油、そは味噌という調味料を入れる順番。その中でも注目したいのが、料理のトリックとでも言うべき塩の存在。正月であれば、お汁粉に一つまみ、夏ならば、スイカに一振り、また、お弁当で楽しみな、甘い卵焼きにもちょっとひとつまみ。子供の頃、母親に甘い卵焼きを作ってほしいと頼んでいるのに、塩を入れているのを見て、なぜ、どうしてと疑問を感じた経験のある方も多いのではないだろうか。その理由を科学的に説明すれば、塩の対比効果を利用したということになる。甘みの場合を例にとれば、甘い、しょっぱいを感じる味蕾という味覚の受容体、いわばセンサーは、甘いよりしょっぱいを少しだけ早く感じ取る。つまり、このセンサーは、しょっぱいという情報を受け取った後、甘いという情報を受け取る。そのため、単純に甘いと感じるよりも、一層甘いと感じるわけだ。世の母親たちがそこまで知っていて、甘い卵焼きに塩を入れていたかどうかは定かではないが、おばあちゃんから母へ、母から娘へと伝えられてきた生活の知恵には、さすがと感心させられるものがある。日本初の街頭用の公衆電話。日本の電話サービスといえば、1890年12月に東京と横浜に電話局が設置され、電話業務が開始された。その後、10年たち、1900年9月11日に、東京の上野駅と新橋駅に、日本初の公衆電話が誕生した。当初、自動電話と呼んでいた。これは、米国の街頭電話のオートマティックテレフォンを直訳したもの。名前は自動電話でも、電話交換手を呼び出して、かけたい相手につないでもらう方式であった。1925年10月1日、ダイヤルの自動式が導入され、
呼び名が公衆電話になる。自動電話の電話料金は5分で15銭だった。かけそば一杯が1銭の時代の15銭はかなり割高感がある。ちなみに男性の電話交換手の荒っぽい対応が悪評で、電話交換手といえば女性の職業になったようだ。ちなみに現在小学生の8割近くが公衆電話の使い方を知らない。携帯電話の普及に伴い誰でも使える公衆電話を知らなかったり、利用した経験がなかったりする小学生が 77%。 そもそも存在を知らない小学生が 27% いることが調査結果から分かった。公衆電話は110番、119番、118番への緊急通報、地震などの災害時には優先的につながる心強い通信手段である。公衆電話のかけ方は、取る、入れる、押すで利用できる。はじめに受話器を取る。次に、お金かテレホンカードを入れる。最後に電話番号を押す。緊急通話の時は、受話器を取る。次に、110番、119番、118番を押す。この時、お金やテレホンカードは不要である。ちなみに、日本で利用頻度が一番多い公衆電話は、成田空港にある公衆電話である。利用料は月に6万円ほどのようだ。コピー機は静電気で動いていた。冬の乾燥した時期などに金属製のドアノブを触った時にビリッときたり、セーターを脱ぐ時に耳元でパチパチと嫌な音を立てた上、髪の毛が逆立ったりと、静電気は世間では嫌われ者である。しかし、そんな静電気が重要な働きをしている機械がある。それがコピー機である。コピー機の心臓部である感光ドラムの表面には、高伝導体に覆われている。この高伝導体は光が当たると電気を逃がす性質がある。コピーはまずこの感光ドラムをプラスの電気で帯電させておく。次にコピーしたい原稿に光を当て、その反射光を帯電した感光ドラムに当てる。すると、原光の白い部分からは強い反射光が発せられるため、ドラムは溜めていた静電気を逃がす。逆に、原光の黒い部分から発せられる反射光は弱いため、ドラムは静電気を保持する。このように、原稿の白黒の模様が、
ドラム状に静電気の模様として再現されるのだ。この状態でマイナスの静電気を帯びた粉を管孔ドラムに振りかける。すると、今度は原稿の模様がドラム状のトナーの模様となる。最後に、このドラムを紙に押し付けてトナーを移動し、高音にしてやる。すると、トナーに含まれているプラスチックが溶け、紙に焼き付くのだ。このように、コピー機においては、静電気が重要な役割を果たしている。世間では嫌われ者の静電気だが、もしも静電気がなかったならば、現行のコピー機では成り立たないのだ。日本茶の湯飲みに取っ手がないのはなぜなのか。コーヒーカップ、ティーカップ、マグカップなど、温かい飲み物を入れる食器には通常取っ手がついている。しかし、日本茶を飲む湯飲みにはついていない。これは、日本茶を飲む際に湯飲みをそのまま手で持つことでお茶の温度を確認するためだと言われている。多くの日本茶は60度前後が飲み頃とされている。お茶を湯飲みに注ぐと湯飲みには厚みがあるため湯飲みの外側は当然内側よりも少し低い温度となる。そしてもしも、注がれたお茶が適切な温度であれば、持ち手には人肌程度の温度として感じられる。そのため、ろくろを使って陶器や磁器などの焼き物を作る陶芸の世界では、お茶の飲み頃がわかるように作るのが匠の技とされているということだ。青首大根が大根界の王になったのはなぜなのか。八百屋の店先やスーパーに並んでいる大根。この大根を見て、そういえば、昔の大根と形が違うなぁと感じたことのある人もいるだろう。以前は大根といえば、練馬大根などのように、真ん中の部分が太いものが主流であった。しかし、最近私たちがお店で見るのは、ほとんどが寸胴型のもので、葉の付け根のところが青い青首大根である。今や大根界のキングとも言えるこの大根が、現在こんなに出回るようになったのはなぜなのか。その理由は主に3つある。まず、寸胴型をした青首大根は、収穫の際に大根を傷つけることなく、簡単に抜くことができる。青首大根は抜くのが楽なのだ。簡単に抜けるということは、農家の方にとっては大変助かることなのだ。次に、
青首大根は火の通りがよく辛くない。そのため消費者の人気が高い。昔は大根といえばお米の研ぎ汁でコトコト煮て、ある程度柔らかくしてから煮つけたもので手間がかかった。その点、青首大根は火の通りが良いため調理に手間がかからない。これは忙しい主婦や働く女性にとっては大変助かることである。加えて、青首大根は夏でもあまり辛くない。そのため、大根おろしにして手軽に食べるという用途にも向いている。これも強みである。大根に限らず、最近の野菜は品種改良を繰り返した結果、昔のものと比べて味が薄くなり、栄養価も下がっている。これを嘆く向きもあるが、やはり調理のしやすさというのは、人気を左右する大きなポイントということだ。ピンからキリまでのピンとは何なのか。ピンからキリまでといえば、はじめから終わりまで、最上から最低まで、などの意味で使われる言葉である。ピンとは、ポルトガル語のピンタに由来する。このピンタは、反転などの点を意味する。ここから、サイコロの1の目を表す点をピンと呼ぶようになった。さらに、ピンイコール1の意味が転じて、一番良いものを表すようになる。今回のピンからキリまでのピンといえば、一番や最上の意味になる。それが転じて、一人でネタを演じる芸人さんをピン芸人と呼ぶようになったのだ。ちなみに、ピンを1割や一部の意味で他人に渡すはずのお金を先にかすめ取ってしまうピンハネもピンを跳ねるから来ている。2個のサイコロを振ったときに同じ数が出ることをゾロ目という。ツボ振りでは1つ目のサイコロの出た目が1、2つ目のサイコロも1の時にピンゾロと呼ぶ。出た目の合計が2が偶数なため、丁、奇数は半と呼ばれる。偶数の場合、ちょうどの丁で、奇数の場合は、半端の半というのだ。植物工場で生産された遺伝子組み換えイチゴで犬の歯周病が治る。工場の中で温度、湿度などを管理することで田畑で通常に栽培するよりも早く、そして多くの作物を収穫することができる植物工場。
植物工場では、一般的にはトマトやレタスなどの野菜が作られているが、産業技術総合研究所の北海道センターにある工場では、世界初の犬インターフェロンイチゴが作られている。インターフェロンとは、体内にがんができたり、ウイルスが侵入すると分泌されるタンパク質である。抗がん剤に使われるほど、腫瘍細胞やウイルスの増殖を抑える力が強い物質である。そして、犬インターフェロンとは、犬が体内で作るインターフェロンのことである。この工場では、これを作り出す遺伝子をイチゴに組み込んだのだ。2歳以上の犬の8割以上が歯周病にかかっていると言われるが、このイチゴの乾燥粉末を歯茎に塗布したところ、小型のビーグル犬では1週間で、大型のゴールデンレトリバーは1ヶ月で出血が止まり、腫れが引くなどの歯周病の改善効果が認められたという。なお、広さ30平方メートルの栽培室を持つこの工場では、1年間に300キログラムのイチゴを生産し、100万匹以上の犬に与えるインターフェロンを製造することができる。ローボールテクニック。ローボールテクニックという、面倒な仕事の依頼や、頼みにくいことを相手にお願いするとき、また、相手を説得したいときなどに使える、便利なテクニックがある。ローボールテクニックは、最初に手を出しやすい条件を出して、相手に OK を出させたら、条件を釣り上げるというものである。日本では、承諾先取り要請法とも呼ばれている。取りやすい球、ローボールを最初に投げて、好条件だと思わせて、承諾を得た後に、その条件を釣り上げてしまうという、ちょっとずるいやり方である。これは、面倒な仕事の依頼や、借金の申し込みなど、頼みにくいことを相手にお願いするときに有効なテクニックである。逆に言えば、無理な頼み事をされないためにも、このテクニックについて知っておいた方が良い。人は、一度でもイエスと答えて、その話に乗ってしまうと、一度 OK したことを今さら断るのはみっともない。断るために、また交渉するのも面倒、など考えてしまうのだ。すると、逆戻りすることができなくなり、それ以降、出された頼み事にも、ノーと言いづらくなってしまうのだ。最初にイエスと言わせることが重要なのだ。ローボールテクニックの具体例としては、次のようなものがある。お店の、店頭の張り紙で、本日セールでバナナが30円とあり、お客さんは、これをくださいと言う。店員は、すみません、30円で売っているのは、店頭のワゴンに乗っているものだけです。こちらは、
100円になりますがよろしいですか。お客さんはもう持ってきちゃったしと思い、はいと答える。他にも、あなたがチョコレートをあげるから9時から好きな番組を見ていいか誰かに聞くと、相手はいいよと答える。あなたはこのチョコレート賞味期限切れてた、チョコないけどいいと聞くと、相手はいいよと言う。このテクニックを使う上で注意しなければならないことがある。それは相手に騙されたと思わせないことである。セール中なのはワゴンの上のみと書かれている必要があるし、チョコレートの賞味期限切れを本当に今知ったのだと相手に信じ込ませる演技力が必要である。いずれにしても、このテクニックを使って頼み事をする場合は、少なからず相手を騙すことになる。頼まれた側の気持ちを考えると、このテクニックはあまり頻繁には使わない方が良い。原爆投下の当初の候補地は京都だった。終戦から70年以上が経った。アメリカ軍による広島と長崎への原爆投下は、日本の敗戦を決定的なものとしたが、実は当初最有力だった原爆の候補地が京都だったのだ。原爆は東京や名古屋、大阪、京都など大都市に投下される可能性もあった。しかし、京都を除く3都市は大空襲によりすでに焼け跡であった。しかし、それまで空襲を免れていた京都は違う。京都は原爆投下に格好の標的だったのだ。これは原爆投下までが記録されているマンハッタン計画の中からも見ることができる。そこには、京都は地形条件に加え、住民のレベルが高いため、この兵器の意義を正しく認識する能力が高いという利点がある、と、米軍の意見が記載されている。結果的に、京都への原爆投下は行われなかったが、ギリギリまで原爆の候補地ではあったのだ。アメリカ軍のレズリー・グローブス将軍は、私は特に目標としての京都に執着を覚えたのだが、それは我々が原爆初効果の完全な知識を入手するために、京都はまたとない理想的な条件を持っていたからである、と、京都に対して強い執着心を持っていたことを告白している。しかし、陸軍長官であるヘンリー・ステイムソンが、京都には日本の重要な文化財や日本の精神があるため、もし原爆を投下すれば、我々に友好的な感情を持たせることが不可能になるのではないか、と大統領に進言した。そうして、京都を候補地から外させたのだ。広島、
長崎、京都のほかに、小倉や新潟も原爆投下の候補地であった。1月11日は樽酒の日。1月11日は年神様にお供えしていた鏡餅を木槌で割って食べる鏡開きの日である。お供えしていたお餅には神聖な力が宿ると考えられ、これを食べて一年の無病息災を祈る。鏡餅を割ることを鏡開きという。酒樽の蓋を割って開けることも鏡開きという。どちらも無病息災や心願成就を祈願して執り行われる行事とされている。1964年、日本で最初に瓶詰め酒樽、吉野杉の樽酒を販売した奈良県の長龍酒造が、2009年に1月11日を樽酒の日の記念日に制定した。祝いの宴、喜びの場で、酒樽の蓋を木槌で威勢よく開ける鏡開きを次の世代に伝えていきたいとの思いが込められているようだ。昔の清酒は杉樽の中で育ち、樽で運ばれ、樽で売られ、樽香の香る樽酒であった。瓶入りが普通となり、いつしか樽の香りは一掃され、その中での商品といえる。杉の木で作る樽は高価で大量生産に向かず、木が酒を吸って不経済であった。また温度管理が難しく、清掃も困難であった。清酒を樽に詰めてからの保存状態や期間によっては、とても渋みが強すぎる味わいに変化してしまう場合もあり、品質を保つ苦労があったようだ。一方、樽酒に含まれる香味成分は、アロマセラピーなどのリラックス効果があるとされ、森林浴やヒノキ風呂を楽しむ日本人の心に通じるものがある。夏目漱石は、我が輩は猫である、の猫が死んだ時、4人の弟子に死亡通知を出した。明治時代の文豪、夏目漱石。彼の書いた、我が輩は猫であるに登場する名前のない猫は、漱石の家で実際に飼われていた猫である。そして漱石は、この猫が死んだとき、4人の弟子たちに死亡通知を出した。また、我が輩は猫であるに登場する水島寛月にはモデルがいた。この作品は、1905年から1906年に俳句詩、ホトトギスに掲載されたが、その前年に夏目家に迷い込んできた黒猫がいた。が、夏目漱石の妻、京子は猫嫌いである。すぐに追い出すのだが、
何度追い出してもまた入ってきてしまう。そのうち漱石の目に留まり、夏目家で飼われることになった。そしてこの猫が、吾輩は猫であるのモデルとなったのだ。西洋では、黒猫は不吉の前兆といって嫌われがちであるが、当時、夏目家に出入りしていたあんまのおばさんは、体だけでなく、爪まで美しい猫だから、飼っていれば家が栄えると言ったそうだ。この予言は見事に当たり、吾輩は猫であるはベストセラーとなった。さて、モデルとなったこの黒猫は、吾輩は猫であるの俳句詩への掲載が終了した2年後の1908年9月13日の夜に若くして死んでしまったが、翌日、漱石は4人の弟子たちに死亡通知を出していた。この黒猫は裏庭に埋葬されたが、最後まで名前はなかったようだ。その後、妻の京子は毎月13日を猫の月命日とし、その日には鮭の切り身と鰹節飯を欠かさずお供えしたという。猫が死んだ時の様子に関しては漱石の思い出の中に綴られている。ちなみに夏目漱石の弟子の一人に寺田虎彦がいるが、彼は吾輩は猫であるに出てくる理学士水島寛月のモデルとなった人物である。夏目漱石は寺田虎彦に宛てたはがきの中で、時に続々編には寛月君にまた大役を頼むつもりだよと書いている。デートに着てきた服で彼女の心理を一瞬で読み取る技。女の心は猫の目ということわざがある。女性の心は変化しやすく、男性にとってその心を読み取るのは至難の技である。しかしデートに着てきた服を見れば、ある程度女性の心理を読み取ることができる。では服のどこに注目すればよいのか。それはズバリその色である。もし彼女が淡いピンク色の服を着てきたなら、お嬢様として扱ってほしいという心の現れの可能性がある。優しくエスコートすれば上機嫌だろう。逆に、紫の服を着てきたなら、大人の女性として扱ってほしいと言われている。また、オレンジ色の服を着てきたなら、親しい友人としての距離感を大切にしており、黄色い服は無邪気な妹キャラとして扱ってほしい、白い服は純粋さをアピールしたい、そのため白は本命の相手と会う時にも選ばれやすい色なのだ。
野菜や豆類で作るいとこに、正月やお盆、祝いの席などでお供えした野菜や豆を煮て食べたことが始まりである。いとこにの名前の由来には諸説ある。一つ目は、煮えるのに時間がかかる材料から、おいおい煮るを、おいっこのおいと書いて、おいおい煮るにかけ、いとこにとした説。二つ目は、複数の野菜を、めいめいに煮るを、めいっこのめいとして、めいめいに煮るにかけ、いとこにとした説。三つ目は、野菜や豆類は畑で採れるもので、いとこのようなものだからという説。これ以外にもいくつかの説がある。昼の時間が一番短い冬至には、かぼちゃと小豆のいとこ煮を縁起を担いで食べられるようだ。一年で最も日が短く、この日から太陽が生まれ変わると捉えられ、一陽来復と言い、この日を境に運が向いてくるとされている。そこで、冬至には、運を呼び込むために、んがつく食べ物を食べる風習がある。かぼちゃは南京とも呼ばれ、んがつく縁起物である。かぼちゃと小豆を煮るかぼちゃのいとこ煮は、冬至の定番料理として食べられているようだ。飛行機の乗降口が左側にあるのはなぜなのか。日本では道路が左側通行のため、車やバス、タクシーなどは左側で乗り降りをする。そのため飛行機を左側で乗り降りするということに特に疑問を持つことはないのではないかと思うが、世界地図で見る左側、右側通行の分布で言うと、世界のほとんどが右側通行で、左側通行の国が少数派だということがわかる。それにもかかわらず、飛行機の乗り降りがほとんど左側から行われるのはなぜなのか。飛行機の搭乗口が左側にあるのは、船の習慣に由来している。かつて主流だった帆船は、舵が船体の右側につけられていたため、港では、左側で接岸せざるを得なかった。そのため、乗客は常に左側から乗り降りしていた。その習慣が残り、舵が船体の右側にはみ出さなくなってからも、左側からの乗り降りが続けられた。そして、この習慣が飛行機の乗り降りにも受け継がれたのだ。ちなみに、飛行機では船に由来する言葉が多く使用されている。例えば、航空会社では飛行機のことをシップ、客室をキャビン、機長をキャプテン、乗員をクルーと呼んでいる。
今日のシップは何々ですという具合に、出発前の打ち合わせなどで使われている。機材変更はシップチェンジである。パイロット、スチュワーデス、パーサー、スターボード、ギャレー、ノットなども、船に由来する言葉である。鳥は、なぜ電線に止まっても感電しないのか。感電とは、外から電圧が加わって、体の中に電流が流れ込む現象を言う。つまり、感電の原因は電流である。そして電流は、水と同じように、電圧の高いところから低いところへと流れる性質がある。電圧差がないと電流は流れない。体の中に電流が流れ込んだ場合、1ミリアンペアの電流だとわずかにピリッと感じる程度だが、10ミリアンペアになるとかなりの痙攣を起こす。50ミリアンペアになると、心臓の筋肉が痙攣を起こし、死ぬ危険性が出てくる。このように、体の中に流れ込んだ電流は、少しの違いであっても、体に対する影響は大きく異なる。また、電圧が高くなればなるほど、より大きな電流が体の中に流れ込む。感電死の直接の原因は電流だが、やはり高電圧の電流は危険なのだ。よく、鳥が電線に止まっているのを見かけるが、この様子を見ると、鳥は一本の電線に両足を揃えて止まっている。この場合、電線の抵抗は非常に小さく、加えて鳥の二本の足の間隔は狭いため、両足間の電圧差は事実上ゼロボルトである。なので、鳥の体には電流が流れ込まない。それで、感電せずに止まっていられるのだ。しかし、もしも大きな鳥が、二本の電線にまたぐような格好で止まった場合には、二本の電線の間には電圧差があるため、鳥の体には電流が流れ込み、感電する。そしてたちまち、焼き鳥になって落ちてしまうのだ。ジーンズはもともとベージュだった。1848年から1855年のカリフォルニア、ゴールドラッシュの鉱山労働者の作業着として作られたジーンズ。当時、ジーンズの生地には、ホロバ社の生地が使われていた。生地は丈夫だったが、汚れが目立つ。そこで、濃い藍色に染め上げ、汚れを目立たなくしたのだ。それ以来、ジーンズは青くなった。さらに当時、鉱山はガラガラヘビの生息地であった。天然の藍色にはヘビが嫌うピレスロイドが含まれており、
そのためジーンズは蛇よけにもなると重宝された。朝型人間と夜型人間の体の仕組み。午前中は頭も体もブレーキがかかっているかのようにいまいち調子が出ず、夕方になると絶好調になるという人がいる。それとは反対に、午前中は頭もくるくる回転し絶好調なのに、夕方になると調子が落ちるという人もいる。前者は夜更かしをしがちで朝早く起きるのが苦手。後者は比較的夜に早く寝て朝は早く起きている。しかし同じ人でも、学生の時は夜型だったのに会社勤めになったら朝型になったということもある。このように書くと思い当たる方もいるだろう。つまるところ人間というのは、生活習慣によってどちらにも対応しているのだ。それでは、体のどのような仕組みが変化して朝型や夜型になるのか。これには体温が関係している。体温は昼間活動しているときは上がり続け、眠りにつく時間前に最高になる。体温が下降に向かうと眠くなり、睡眠中はなおも下がり続ける。そして、目覚める数時間前に最低になり、また上昇に向かう。朝型の人と夜型の人とでは、体温が最高になる時間がずれている。夜型の人は、朝型の人よりも数時間遅れてピークを迎えるため、生活のリズムがその分だけ遅れることになる。しかし、このリズムは確定したものではなく、本人の努力次第でどのようにもずらせるものである。したがって、私は夜型だから午前中は仕事が乗らなくて、などというのは言い訳にはならないのだ。年賀状の歴史。年賀という言葉には、新しい年を祝うという意味がある。また、状は手紙のことで、年賀状とは、新しい年を祝う手紙ということになる。日本では、古代から朝廷や貴族たちの間で、新年を祝う行事が行われ、年賀の書状が交わされていたと考えられている。平安時代にまとめられた手紙の文例集にも、正月に出す手紙の文例が載っている。その後、年賀の書状は武士の間でも交わされるようになった。江戸時代に平和な時代が続いた頃には、庶民も字を習い、手紙を出したり、もらったりするようになった。年賀の書状も次第に広まっていったと考えられている。明治時代になると、郵便制度が始まった。安く、手軽に出せるはがきの仕組みも整った。そこで、前からあった年賀の書状の習慣と、
郵便制度が結びつき、今のような年賀状の元になった。1890年前後には、年賀状を出すことが年中行事の一つとして広まっていった。年賀状の習慣が始まると、年末年始に郵便の量が増えることになった。郵便局は、それに対応するため、年賀郵便を通常の郵便と分けて配達する仕組みを整えた。明治時代から大正時代、昭和時代と進むにつれ、年賀郵便は増え続け、1935年頃には7億枚を超えるほどになった。この頃に、年賀郵便用の切手も発行されている。しかしその後、戦争のために年賀郵便は減ってしまった。年賀郵便の扱いが復活したのは、戦争が終わってしばらく経った1948年のこと。さらに翌年には、お年玉くじ付き郵便はがきが発行され、年賀郵便の数は急速に増えていった。1997年に、年賀郵便の数は約37億通にもなった。その後、電子メールが広まったことにより、やや減っているが、現在も日本国民一人当たり、およそ35通も年賀状を出しているのだ。漢字の友の成り立ち。友達の友は、小学生2年生が習う漢字で、四画の画数で、遊部の部首に分類されている。友は、カタカナの名に似た字と、漢字の股からできている。名も、股も、人の手を表す字なのである。手を表す、なの、右手と左手の漢字といえば何なのか。右手の、右は、カタカナの、なに似た字と、口からできている。なは、古代文字では、フォークのような字形を表し、手を意味するのだ。口は、神様に捧げる祈りの文章、祝詞を入れる器を表している。口というのは、顔の目、耳、口、鼻の口ではない。右手は、神様へのお祝いの祝詞を入れた器を持っている手である。左手の左も、カタカナの名と、カタカナの絵に似た字からできている。絵は、神様に祈りを捧げるときに使う道具を表す。左手は、神様への呪術の道具を持っている手である。友とは、手と手を取り合って、友情を誓い、助け合うという字なのである。漢字の誕生。漢字が生まれたのは、今から約3300年前の中国、殷王朝の王様が、神様と交信するために作った
甲骨文字がルーツである。象形文字を起源とする甲骨文字は、亀の甲羅や牛の骨などに文字を刻んだ。その後、文字の青銅器に遺恨だ金文という文字も生まれた。孫の手は孫が由来ではない。蓄財などの先端を手首の形にした孫の手は、手が届かない背中を描くのに用いる棒である。この孫の手とは、中国の伝説神仙伝に登場する仙女マコに由来している。マコは五感の鑑定の時代に仙道を習得した若く美しい仙女である。彼女の鳥のように長い爪で背中を描いてもらうと、とても気持ちが良かったという。この逸話が日本に伝わり、背中を描く棒をマコと呼ぶようになり、いつしか言葉の語呂から孫の手と呼び名が変わったのだ。着物を扱っている呉服屋の呉服は、衣類を指す言葉ではない。着物と呉服は全くの別物で、着物とは足首まで裾があり、最後に帯を締める衣類のこと。呉服は衣類を指す言葉ではない。弥生時代、衣類に使う素材は麻か綿しかなかった。弥生時代中期になると、中国、当時の呉から絹の生地が伝わった。当時の日本人は、きめが細かく、肌触りの良い絹の生地に驚いた。絹の生地は身分の高い人たちだけしか手に入らない高級生地として扱われるようになった。当時、生地のことを服と書いて羽鳥と呼んでいた。そのため、呉から来た絹の生地のことを、呉から来た絹の羽鳥、略して呉服と呼ぶようになった。呉服とは、完成した衣類ではなく、絹の生地のことである。江戸時代に誕生した呉服屋では、着物は売っておらず、絹の生地である呉服だけを販売していた。当時、身分の高い人も低い人も、着物は生地を買って持ち帰り、自分たちで作っていたが、呉服屋が着物の仕立て職人を雇い、生地からオーダーメイドで着物を作るサービスを始めた。当時は、呉服はとても高価なもので、庶民は呉服屋に出入りすることができず、呉服を見たことがない人が大半であった。さらに、絹の着物を着て呉服屋から出てくる姿を見て、呉服は完成した絹の着物だと勘違いしてしまったのだ。この勘違いによって、呉服とは完成した着物と広まったのだ。
髪の毛が一番よく伸びる時間帯。昔、フォーク歌手吉田拓郎のヒット曲で、僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら、約束通り町の教会で結婚しようよ、というのがあった。が、人間の髪の毛の成長速度というのは極めて遅いため、当然ながら目には見えない。では、髪の毛というのは一日24時間常に一定の長さで伸びるものなのか。また、もしもそうでないとしたら、一日のうち一番伸びる時間帯はいつなのか。髪の毛が伸びる時間帯は、午前10時から11時ごろにかけてで、午後4時から6時ごろまでの間がそれに続く。一方、眠っている間はほとんど伸びない。意外な感じもするが、就寝中は髪の毛の細胞も休んでいるのだ。では、髪の毛は一日にどのくらい伸びるものなのか。こちらは、年齢や食生活などによって違いがあるが、平均して0.2ミリから0.3ミリである。1ヶ月を30日とすると、6ミリから9ミリ伸びる計算となる。ポストハーベスト農薬。収穫した後の農作物にかけられる農薬のことをポストハーベスト農薬という。日本では使われていないが、外国から輸入する小麦などによく使われている。輸入される農作物は、運ぶ時間を蓄えておく期間が長いため、途中で虫がついたり、カビが生えたりしないように、防虫剤や防腐剤、防カビ剤などが使われている。ポストハーベスト農薬は、食べるところだけにかけられるため、畑でまかれるよりたくさん農薬がつき、危険だと言われている。果物の皮などは、ポストハーベスト農薬がついていることがあるため、皮はそのまま食べない方が良いだろう。サウジアラビアと日本には、どのような結びつきがあるのか。アラビア半島の大部分を占めるサウジアラビア王国は、サウード家が治める君主制国家である。首都はリヤドで、面積は日本の約 5.7 倍にあたる。215万平方キロメートル。人口は約3422万人である。主な産業は石油。一日あたりの原油生産量は1228万バレルで、これはアメリカに次ぐ世界第2位の規模である。日本がサウジアラビアと国交をスタートさせたのは1955年。1960年には日本の石油会社が
ペルシャ湾で石油の採掘を始めた。現在、サウジアラビアから日本への輸出額は約3兆7329億円で、そのほとんどが石油と石油製品が占める。一方、日本からの輸入額は約4541億円で、主な品目は自動車である。日本にとってサウジアラビアは最大の原油供給国で、圧倒的に日本が輸入する金額の方が多い状況である。そんなサウジアラビアは、近年、石油以外の分野にも力を入れている。2016年、新たな国づくりを目指す計画、ビジョン2030を発表した。現在、映画館をオープンさせたり、コンサートを開催したり、女性による自動車の運転を許可したりと、特に文化の改革が進んでいる。日本もこの動きを支援しており、2017年には、日サウジビジョン2030を、2019年には、日サウジビジョン 2030-2.0 を発表した。これに基づき、エネルギーや医療、農業、インフラなどの分野で、日本企業の活躍の機会が増えるかもしれない。鳩が飛び出す鳩時計、実は鳩ではない。鳩が飛び出して時刻を知らせる鳩時計。1800年代、ドイツの南西部にある黒い森で有名なシュヴァルツヴァルト地方で作られた。日本には1900年代に伝わり、昭和20年代に日本製の鳩時計が製造されるようになった。発祥地のドイツでは、鳩ではなく、格好時計と呼ばれている。日本だけが、なぜか、鳩時計という名前で売られている。格好は昔から、かんこどりと言われ、暇な店のことを、かんこどりが鳴く、などと表現し、良いイメージがないため、かっこうと鳴き声が似ていて、平和の象徴である、鳩に名前を変えたと言われている。ドイツでは、森の中で、かっこうの鳴き声を聞いたら、お財布を振って、じゃらじゃら鳴らすと、金運が上がると言われている。日本とは真逆で、格好は、ドイツでは縁起の良い鳥である。ドイツ西南部、スイスとの国境に近い、シュヴァルツヴァルト地方。黒い森という意味の、広大な森林地帯。生い茂る木々が上空から黒く見えることからこの名が付けられた。豊かな自然にあふれ、美しい町が存在するこの地は、数々のグリム童話の舞台としても知られている。ヘンゼルとグレーテルや白雪姫、眠れる森の美女などが生まれている。英語のガイは
危険な男であった。ナイスガイ、タフガイなど、男や奴を表す英語に害がある。この言葉は、1605年にイギリスの国会議事堂を爆破しようとしたガイ・フォークスという人物にちなんでいる。国教会を優遇する国王に反発したカトリック教徒の彼は、王の爆殺を企てたものの、犯行直前に摘発され、処刑されたという。ガイはもともと、変な男、悪い男、などの意味で使われていたが、やがて、一般的に男性を指す言葉として広まっていった。現在では、ガイ・フォークスを自由の戦士と英雄視する人もいる。彼をイメージした不気味に笑う髭を生やした白い顔の仮面は、アノニマスをはじめとするハッカー集団のシンボルにもなっている。カットソーとは、一本の糸で編んだ生地をカットし、ソーしたすべての衣服のことである。カットソーは、一本の糸で編んだ生地を裁断、カットし、縫う、ソーしたすべての衣服のこと。スウェットパンツもタンクトップも、ポロシャツもパーカーもカットソーである。縦横の糸で構成する織物生地で作られているシャツ、デニム、スーツなどはカットソーではない。では、なぜカットソーを使用するのか。それは、Tシャツというより、カットソーと言った方がおしゃれに聞こえるからである。宇宙に関する基礎知識。夜空の星が瞬いて見えるのは、私たちが揺れ動く大気を通して見ているためである。宇宙服は三重構造になっており、その真ん中の層はちょうど風船のように膨らみ、宇宙飛行士の体を押し付けるようになっている。これがないと、宇宙飛行士の体は一瞬で沸騰してしまう。海洋星の衛星の一つであるトリトンは、私たちのいる太陽系の中で最も寒い場所。その温度はマイナス236度である。肉眼で見える銀河系がある。それはアンドロメダ星雲で、私たちのいる銀河から 2.2 光年離れたところにある。ウルトラマンの裏設定。ウルトラマンには11人の兄弟、ウルトラ兄弟がいる。ウルトラ兄弟は、具体的にはウルトラマンを入れて次の11人である。ゾフィー、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンジャック、ウルトラマンエース、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンレオ、アストラ、
ウルトラマン80、ウルトラマンメビウス、ウルトラマン光。しかしこの中で、ウルトラの父とウルトラの母の間に生まれた実の子供は太郎だけである。他はなんと、もらいっこと拾い子の集まりである。ウルトラマンを産んだウルトラの母と、セブンを産んだセブンの母は姉妹である。ということは、セブンと太郎は、正確には兄弟ではなく、いとこということになる。ナショナルトラスト。歴史的に貴重な遺跡や、素晴らしい自然環境の残っている土地を、一般の人が買い取って、開発や自然破壊から守っていこうという運動を、ナショナルトラストという。1895年にイギリスで始められたのが最初で、絵本、ピーター・ラビットの作者として有名な、ビアトリクス・ポターも、この運動を推し進めた一人である。ナショナルトラストはその後、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、フランスなど、世界各国に広がっていった。日本でも、1964年、鎌倉を、乱開発から守るために、ある作家が鎌倉市民と立ち上がり、ナショナルトラスト活動を展開したのが始まりで、今では北海道の知床や和歌山県、トトロのふるさととして知られる埼玉県など、全国50カ所のところでこの行動が進められている。演歌の起源。拳を聞かせ、独特の節回しで歌う演歌。実は、ある言葉を短縮したものである。19世紀末、明治政府の弾圧や取り締まりが厳しくなり、公開演説会を阻止された民権運動家が、演説の代わりに歌で主張を伝えた。政治を風刺するメッセージソングとして演説歌が生まれた。記録に残る活字と違い、摘発の証拠が残りにくい演説歌は効果的であった。この演説歌を短縮したものが演歌である。当初、同じ音韻である。色っぽく、なまめかしい様を表した、縁の、縁歌。男女間の恨み節などを表した、恨みという文字で、縁歌という字も当てられたが、音楽会社のプロモーションなどをきっかけに、演歌に定着した。当時の演説歌は、日本の伝統的な歌を歌ったものではなく、中国、清やフランスなどから渡ってきたメロディーに強く影響されていたようだ。昭和38年2月、日本歌手協会が発足された。初代会長は、庄司太郎。当時の会員数は134名で、現在は543名である。設立の目的は、
大衆歌謡歌手の歌唱技術の向上及び活動環境の整備を図るとともに、歌唱活動を通じ健全な大衆歌謡の普及に努め、我が国の音楽文化の発展に寄与することである。太平洋の太は太いで、大西洋の太は大きい。なぜ漢字が違うのか。大航海時代の探検家マゼランは、太平洋横断を成し遂げた際、波も風もなく穏やかな海に、ラテン語で平穏な海を意味する言葉を命名した。太平洋はその簡訳で、平穏という意味を持つ太平に由来する。大西洋はヨーロッパの西の海上にあったとされる伝説の大陸アトランティスが関係しているとの説がある。訳そうとしたものの、当時の日本人はアトランティスの意味がよくわからなかった。そこで、ヨーロッパの西にある大きな海ということで、大西洋にしたのだとか。摂氏鮮度はどうやって測るのか。体温を測るときは体温計、お風呂の温度を測るなら湯温計というように、物の温度を測るにはそれに適した温度計がある。しかし数百度、千度を超えるガラスや鉄も溶けてしまうような高温は、普通の温度計を使うわけにはいかない。そこで現在使われているのが、高温計と呼ばれる特殊な温度計である。高温計にも何種類かあるが、その一つは、金属の電気抵抗が温度に伴って変化する現象を利用した抵抗温度計である。白金を使用したもので、摂氏鮮度まで測ることができる。もう一つは、2種類の金属を接合すると、その部分に温度差によって起電力が生まれるという現象を利用した熱温度計というもの。白金と白金ロジウムを組み合わせたもので、摂氏1500度くらいまで測ることができる。また、さらに高い温度を測れるものとしては、物体の熱放射を利用する光高温度計や放射温度計というものもある。現在そういった温度計を使って測れる温度は、摂氏3300度くらいが限界である。魚の上手な焼き方。自宅で魚を焼く場合、網に身が焦げついて、難儀することがある。これを防ぐには、魚を火に乗せる前に網を焼いておくと良い。その後で魚を乗せると、なぜか焦げた身がくっつかないのだ。プロの板前に言わせると、魚は遠火の強火で焼くのがコツなのだとか。
ガス台で焼くなら、足のついた網火を用いて、火を強めにして焼くと、ムラなく焼ける。これなら、焦げ目も具合よくつく。もっとも、寒干しの魚の場合は、中火の方がうまくいく。また、魚を串焼きにした際は、強引に引っ張って抜こうとすると、魚の形が崩れてしまう。そういった時は、魚に布巾を当てて、軽く左手で押さえながら、右手で串を回すようにして抜くと、すっと抜けて、形を崩さずに済む。なお、魚の焼き具合は、目玉を見て判断するのがコツである。目の色が白くなったら、魚全体も焼き上がっていると判断してよい。納涼用具の一つ、うちわの語源。うちわの語源には諸説あり、蚊や蠅、病魔などを打ち払うのに用いた羽を組み合わせて、打ち払う羽が語源と言われる。中国から伝来したうちわは、影を表すかざしと書き、仰ぐより払う、かざすもので、高貴な人が顔を隠し、威厳を正す道具に使われていた。うちわの漢字は、打つ羽ではなく、段に扇で、うちわであるが、これはなぜか。中国語では、段は丸いという意味で、団子、どんぐりなどに使われる。うちわの使われ方は、時代とともに変化した。戦国時代には、軍配うちわとして指揮を取る目印に、今も大相撲の行司が手にする軍配は、その名残である。江戸時代には、役者絵や美人画などの浮世絵があしらわれた、今のアイドルうちわである。うちわは、風を送るだけでなく、スポーツ観戦やバーベキューで火を起こしたり、生活に必要な道具である。そんなうちわは、日本三大うちわというものがある。京うちわ、都うちわ。これは、手に持つ木製の絵は、後から本体に取り付ける形が特徴。丸亀うちわ、さぬきうちわは、手に持つ絵と本体の骨が、一本の竹を割って平らに削った一体型が特徴である。房州うちわは、竹の丸みをそのまま生かした丸絵と、48から64等分に裂いた骨を糸で編んで作られる半円の窓が特徴である。左打ちわというのは、多くの人の利き手は右手であるということを大前提にした言葉。一般的に、利き手の右手で、うちわや扇子を仰ぐが、利き手でない左手を使い、ゆっくり仰ぐ仕草は、ゆったりした時間や生活を送っているように見えることから、
ゆとりある生活を送っている例えに使われる言葉である。うなぎや焼き鳥の炭火を起こす際には、多数の人は、利き手の右手で、うちわを使っている。和田アキ子の発言が株価を動かしたことがある。かつて和田アキ子がフジテレビ系のお昼のバラエティ番組「笑っていいとも」に出演したとき、最近居酒屋のワタミに行った。そこで焼酎を割るためのお湯をもらったが、300円も取られた、と不満をぶちまけた。するとこの発言が、株式市場に見事に影響を及ぼした。番組終了後、午後0時半の5バスタートから、ワタミは売りが先行し、ついにはその日の最安値、1619円で取引を終了した。和田アキ子は別格としても、有名人の発言が株価に影響を与えることは少なくないようだ。チチンプイプイはおならの音である。古くからのおまじないの言葉に、チチンプイプイがある。この語源には諸説あり、春日の局が、幼少期の徳川家光を鼓舞するために言ったとする説。知人武勇は、御用の御法が変化したとする説のほか、面白いところでは、昔話、へこき寺院由来するという説がある。昔、日本一のおならができると出まかせを言ってしまったおじいさんが、殿様の前で、必死の思いで、さまざまな音色のおならを披露したところ、最も見事だったのが、チチンプイプイ。という音色であった。これに感心した殿様が褒美をくれたことから、良いことを招き入れるおまじないの言葉になったのだという。アスベストとは何なのか。アスベストは、蛇紋岩や角栓石などの岩石から取り出した繊維状の鉱物で、燃えない繊維として古くから使われてきた石綿とも言われる。熱や摩擦に強く加工しやすいなど優れた性質を持っているため、建築材料や自動車の部品など、さまざまなところで利用されてきた。かつては、家の中では、こたつやドライヤーの一部に使われたり、学校の天井などにも、防音や防火の目的で使われていた。しかし、アスベストが、人の体に有害だということが分かった。壊れたり、解体工事などで飛び散ったアスベストは、細かい繊維となって空気中を漂い、これを吸い込むと肺にとどまってしまう。そして、肺がんなどを発症し、死んでしまう人もいるのだ。現在、アスベストを使うことは禁止されているが、
過去に使った建築物などはまだ残っているため、被害はまだ出ていると考えられる。南北問題とは何なのか。開発途上国と先進国の間で生まれる食料や経済的な問題のことを南北問題という。開発途上国と先進国を地図上で見た場合、開発途上国は南側、先進国は北側と偏っているため、そう呼ばれるのだ。世界の人口の 80% は、開発途上国に集中しているが、食料が足りず、栄養不足で飢えて死んでしまう人が多い。一方で、先進国は、経済的に豊かで食料が余っている状態である。こうした差が生まれている状況が南北問題。南北の経済の格差は輸出や輸入など貿易が平等に行われていなかったことが大きな原因である。開発途上国から輸出されるものは、原料など価格が安い一次産品が多く、先進国から輸出されるものは価格が高い工業製品が多い。安いものしか買ってもらえず、高いものを売られ続けた結果、国内の工業化が遅れたり、生産力が低くなって、格差が生まれてしまったのである。ごまかすという言葉は、あるお菓子がルーツである。見せかけだけで内容が伴わないことを、ごまかすという。一説には、江戸時代に売られていたお菓子、ごま道蘭が語源とされる。小麦粉にごまを混ぜて焼いたこのお菓子は、ごま菓子とも呼ばれる。大きく膨らんで、香ばしく焼き上がってはいるが、食べてみると、中身がスカスカで、がっかりしたことから、ごまかすという言葉が生まれたという。また、弘法大師空海が炊いたありがたいごまの灰だとして、偽物を売り歩いた者がいたことが語源とする説もある。水泳はいつからあるのか。人類は太古の昔から水中の食料を採集したり、川を横切ったり、また水難から逃れるために泳いだと推測されている。また宗教上の理由で行われる沐浴、衛生のための先進も水泳を生んだと考えられている。水泳の記録としては、古代エジプトのパピルス文書、アッシリアのニムルド出土の兵士の図、中国古代の宋史、烈史、恵南寺などに残されている。古代ギリシャにおいては、水泳は軍事的、教育的に重視されており、
ローマで盛んだったいわゆるローマ風呂の中心はフリギタリウムであった。フリギタリウムは冷水浴場のこと。しかし、中世ヨーロッパにおいては水泳は衰退し、近世になってその体育的価値が強化されるようになり、19世紀にはイギリスを中心にスポーツとして広まっていった。日本では水泳は江戸時代の末までは水に練習の練で水練と呼ばれていた。水練の歴史は古く、古事記にはイザナギの御事がみそぎをしたと記されており、日本書紀には天部が諸国に置かれたとある。万葉集の歌の中には、天が潜ってアワビを取ったことを歌ったものもある。天は船員として水軍の船にも乗り、中世には水泳が軍事技術として発達し、武芸18般の一つに数えられるようになった。しかし、江戸時代の鎖国政策で規制が厳しくなり、水泳は藩校の武術の科目として残ったものの、地方に分化することとなり、その結果、多くの流派を生むことになった。江戸時代に入り、これらの各流派は、東京の隅田川に道場を開き、また、東京大学などの水泳場も開設された。そして、1900年には、各派統一のための日本遊泳術研究会が創立された。このようにして、日本の遊泳術、日本泳法は、現在までも継承されている。一方、ヨーロッパで確立されたスピードを重視した近代泳法は、同じく明治に入ってから日本で盛んになった。現在では水泳は、学校での教育科目として、健康維持、増進を目的として、勝敗を競う競技として、また、純粋に趣味として楽しむためなど、様々な目的で行われている。また、オリンピックの競技種目の一つとして、自分で泳ぐばかりでなく、目で見て楽しむものになっているのは、周知の通りである。修学旅行の始まり。修学旅行とは、教職員の引率のもと、児童や生徒が日常的に経験しない地域で宿泊を伴いながら、自然や文化を学習する特別活動である。高校や中学校では、旅行・集団宿泊的行事、小学校では、遠足・集団宿泊的行事と呼ばれている。始まりは、1872年8月の学生交付の後である。1986年2月15日から、25日に東京師範学校、後の東京高等師範学校が東京と千葉県銚子の間を徒歩で往復するという
京都遠足が始まりとされる。国の軍事教育の一環として、心身の鍛錬と規則正しい集団行動などが行われ、これが修学旅行の原型である。修学旅行の名称が使用されるようになったのは、同年12月。女子の初めての修学旅行といえば、1889年に、山梨県女子師範学校15名が、京都や三重などを視察している。初めての海外への修学旅行は、1896年に長崎商業学校が8泊9日の上海方面である。二の腕はもともと一の腕と呼ばれていた。17世紀初頭に作られた日報辞典には、一の腕は肩から肘まで、二の腕は肘から手首までのことだと記されている。つまり、私たちが現在二の腕と呼んでいる部分はもともと一の腕で、その先が二の腕であった。新明海国語辞典は、この日報辞書を根拠に一の腕の項を設け、二の腕の項で、現在、肘から手首までの部分の意味で用いられることはほとんどない。元、御用から出発した、肩から肘までの部分が主要と注釈をつけている。年末の第九が、日本で定着した理由。年末になると、日本各地で盛んに演奏される、ベートーベンの第九。年末に頻繁に演奏されるのは、日本だけである。海外では、自由と平和の象徴として、時期は関係なく、記念行事などの特別な機会に演奏されることが多い。1985年6月の EU 首脳会議で、第九の一部分が EU の歌として承認され、EU の公式行事にでも演奏されている。1964年10月の東京オリンピックでは、当時分裂状態だった東西ドイツ行動チームで参加したとき、表彰式で国歌の代わりに第九が使われた。第九は、ベートーベンの9番目で最後の交響曲。ベートーベンは、20代後半から耳が聞こえづらくなり、40歳を過ぎた頃には、ほぼ耳が聞こえなくなった。第九を作曲したのは、54歳の時。第九は、耳が全く聞こえない状態で作曲された。ダイヤモンドが本物かどうか、簡単に調べる方法。それは、新聞紙など、文字が書いてある紙の上に置き、ダイヤを通して文字を読んでみることである。ダイヤは屈折率が高いため、本物ならば文字が読めない。しかし、ガラス、プラスチックであれば読むことができる。他の方法としては、ダイヤに息を吹きかけるというものもある。ダイヤは熱伝導率が高いため、本物ならば曇りがさっと消える。
指一本で人を立てなくする方法。やり方は至って簡単。椅子に座っている相手の額に指を当てて、やや斜めに押し付ける。これだけ。これだけで、おそらく力士もプロレスラーも椅子から立ち上がれなくなる。これは、椅子から立ち上がろうとするときには、頭を少しだけ前に移動させる必要があるためである。ところが、ちょっとした力で、その頭の移動ができなくなると、それだけで立ち上がれなくなってしまうのだ。鏡はなぜ映るのか。鏡に物が映ったり、窓ガラスに顔が映るのは、光が反射するために起こる。電車に乗っているとき、窓ガラスがまるで鏡のようになっているのに気がつくことがある。外が明るいときは、ただの透明な窓ガラスだが、電車がトンネルの中に入ったり、外が暗くなると、窓ガラスに顔が映るようになる。実は、これが、鏡に物が映る秘密を解くための重要なヒントである。ガラスの表面はツルツルしているため、この表面で光を反射している。しかし昼間は、ガラスの向こう側から来る光が、その反射よりもはるかに強いため、反射した光はよく見えないのだ。それが夜になって外が暗くなると、ガラスの表面で反射している光が見えてくる。それで顔が映ったりするのである。このことはガラスの後ろに黒い紙と白い紙を置いて比べてみるとすぐにわかる。鏡がよく映る理由はこれとよく似ている。鏡はガラスの後ろに銀が薄く塗ってあるのだ。この銀は光をほぼ 100% 反射する。ガラスの表面も光を反射しているが、鏡の反射の方が強いため、銀の反射したものだけがはっきり鏡に映って見えるのだ。普通はあまり気がつかないが、鏡に映ったものをよく見ると、ガラスの表面に映ったものと、裏の銀に映ったものが両方見えている。つまり、鏡に映ったものがほんの少しだけ二重に見えるのだ。カルデラ湖。カルデラとは、火山活動で形成された大きな大型の地形を指す。屈斜路湖は北海道東部の弟子屈斜町にある淡水湖である。日本最大の広さを持ち、寒さの厳しい1月から2月にかけて全面が氷結する湖としても日本一の大きさである。世界最大のカルデラ湖は、インドネシアのスマトラ島北部にあるトバ湖である。この屈斜路湖は、屈斜路カルデラに位置し、こちらの屈斜路カルデラは、なんと日本一大きいカルデラである。東西に約26km、南北に約20km の大きさは、世界有数の規模を誇るカルデラであった。ちなみに、日本で2番目に大きいのは、阿蘇のカルデラである。東西に約18キロ、南北に
約25キロの大きさである。阿蘇カルデラの内側には人々が生活し、鉄道もあり、珍しいカルデラで、この点では世界一大きいカルデラとも言える。鉛筆はどうやって作るのか。鉛筆を作る工場では、細長い一枚の板に、縦に1ミリほどの細くて長い溝をつけ、その中に芯を入れて作っていく。その工程の前に、中の芯について説明する。鉛筆の芯は黒鉛でできている。黒鉛というのは、黒い鉛と書くが、実は鉛ではなく炭の仲間である。この黒鉛は真っ黒で、簡単に潰して細かい粉にすることができる。粉になった黒鉛に粘土を混ぜ、それを焼くと鉛筆の芯が出来上がる。この黒鉛で作られた芯が、最初に説明した板の溝に入る。芯を乗せた板の上には、また同じような板がもう一枚乗せられ、上下の板はそこで接着剤で貼り合わされる。貼り合わされた板はすぐに六角の鉛筆の形に削られ、鉛筆の長さに一本ずつ切り離されていくのだ。一本分の長さになったら、周りを磨かれ、色を塗られ、仕上げに文字が印刷されて、製品として出荷されていくのだ。鉛筆は漢字で、鉛の筆と書くように、昔は鉛や銀で字や絵を描いていた。日食と月食の違い。中学校の理科で覚えたはずだが、この違いをしっかりと説明できる大人は少ないかもしれない。太陽は地球や月を照らし、その反対側には影ができる。その影が地球を隠したり、月を隠したりする。この現象により、日食と月食が起こる。日食は、太陽と地球の間に月が入り、太陽、月、地球の順で一直線に並ぶ新月の時に起こる。地球から見ると、太陽が月で食べられているように見えるため、日食と覚える。月食は、太陽と月の間に地球が入り、太陽、地球、月の順で一直線に並ぶ満月の時に起こる。月が地球の影に入ると、地球に食べられるように見えるため、月食と覚える。月が完全に地球の影に入る皆既月食では、月は赤色に見える。それは、太陽の光が地球の大気を通過する際、波長の短い青い光は大気中で散乱するが、波長の長い赤い光は空気中を屈折しながら透過して月を照らすため赤く見えるのだ。チクルという言葉の語源。チクルという言葉は、密告するで使われるが、チクッと刺すからチクルになったわけではない。チクルは、
東語で口という言葉を逆さにした竹にるをつけて動詞化したものである。竹るの同義語に刺すという表現もある。こちらも突き刺すの刺すではなく、指と書いて刺すと書く。警察などに仲間のことを密告する際、あいつですと指さすところから来ている。将棋の駒が王将と玉将に分かれている理由。平安時代、将棋が誕生した頃は王将は存在せず玉将であった。玉将の玉には宝石、宝物という意味がある。玉将を王将に変えたのは豊臣秀吉である。将棋好きだった豊臣秀吉が王じゃなきゃ嫌だと言ったため、秀吉側の玉将を王将にした。玉将以外にも宝物を意味した駒がある。金将、銀将はもちろん、桂馬はシナモン、貨車はお香に由来しており、どれも平安時代には貴重なものとされていた。ビールを正しく冷やす方法。ビールを家庭の冷蔵庫で冷やすとき、温度計で測らず、その気温の適温に冷やす方法がある。まず、ビールはいつも室温で保存すること。夏場は飲む時間の6時間前、冬場は飲む時間の5時間前に冷蔵庫に入れる。室温状態でも、夏場はビールも少し汗をかき気味で、冬場のビールはすでに冷えている。そのため、冷蔵庫に置いておく時間が微妙に違うのだ。家庭によって、冷蔵庫の設定温度には多少の違いがあるが、一応これくらいが目安となる。ポッキーの名前の由来。最初は歩きながら食べるチョコスナックという意味からチョコスティックをもじってチョコテックとしていた。その後、テストセールをするとき、ポッキンの響きを持つポッキーチョコレートになった。また、ポッキーの箱の上にはハートの形の切り込みがある。これは、いたずらでパッケージを開けたとき、ハート型の部分が取れ、開封したことがわかるようにするために付けられている。絵の具は何からどのように作るのか。絵の具の始まりは赤や黒や黄色の土など色のついた泥であった。昔、洞穴で暮らしていた原始人は壁にいろいろな絵を描き残している。その絵を詳しく調べてみると、原始人が泥を使って絵を描いていたことがわかる。あるいは、燃え残った木の先の炭で黒い絵を描いた。自然の中には、色のきれいな石や動物の殻がある。例えば、貝の殻や卵の殻がそう。
昔の人たちはこれらを細かく砕いて粉にして、それを油やにかわの液などで溶かして使っていたのだ。今でも絵の具を売っている店に行くと、岩絵の具という自然の石を原料にして作られた絵の具も売っている。自然の中から色を見つけ出すといっても、すべての色があるわけでなく、見つけられない色もある。その上、探し出せる量も限られる。そのような理由から、今ほとんどの絵の具は合成染料を油でこねて作られているのだ。合成染料というのは、石油を材料にして作った色の元のことで、工場ではいろいろな薬を組み合わせて作っている。これなら、あらゆる色を大量に作ることができて、とても便利である。今は、絵の具までも石油から作られているのだ。新しい朝が来た。このラジオ体操の始まりはいつなのか。ラジオ体操のルーツといえば、旧逓信省簡易保険局が制定した国民保険体操にまで遡る。1928年に国民保険体操が制定され、同年11月に東京中央放送局現 NHK がラジオ体操を朝7時から放送開始し、翌年2月から全国放送となる。現在のラジオ体操第1、第2は、1951年から52年に再構成されたもので、多くの人々に親しまれている。第1は一般家庭向けに、1951年5月に放送開始。第2は職場向けに1952年6月に放送開始している。新しい朝が来た、希望の朝だで始まるラジオ体操の歌は、1956年3月に発表された三代目の曲である。歌詞は藤原湖、作曲と歌は藤山一郎である。1999年9月には年齢、性別、障害の有無を問わない、新たにみんなの体操が制定された。日本初のサンタクロースはお殿様の格好をしていた。明治時代の東京・築地には外国人居留地が置かれていた。その居留地で1874年、クリスチャンの実業家原種明により、居留地内の教会で日本人が主催した最初のクリスマス会が開かれた。このクリスマス会には日本初のサンタクロースも登場。現在は真っ赤な服に白いあごひげというのは定番だが、その時のサンタクロースは純和風。紙下を着て大小の刀を刺し、ちょんまげのかつらをかぶった殿様姿だったという。疫病から村を守る鹿島様。村や集落に置かれる主に石造りの神様、道祖神だが、秋田県では
わら作りの武将姿の道祖神が点在している。地元ではその道祖神を鹿島様と呼んでいる。初代天皇神武天皇の即位から2680年続く関東最古の神社、茨城県鹿島市にある鹿島神宮の軍神竹三日槌大神。鹿島神宮の境内には藁で作られた人形が祀られている。東北に進軍する鹿島の神様に付き添う兵士を模しているという。藁人形に願いを込める人形送りという習わしは江戸時代から続いている。この鹿島信仰が秋田県まで伝わり、男鹿半島ではナマハゲ信仰が広まり、北部や南部では道祖神鹿島信仰が広まった。鹿島様は子孫繁栄、疫病が村に入ってこないように願いを込めて建てられている。400年前、疫病が大流行した時、村の入り口に藁人形を作りなさいと神様からお告げを受け、鹿島様を作ったのだという。アメリカ大統領官邸をホワイトハウスと呼ぶのは、黒くなった壁を白いペンキで塗ったからである。もともとはプレジデントハウスと呼ばれていた。アメリカ建国から間もない1814年8月にイギリスとの貿易戦争が引き金となって大統領官邸が炎上。それにより建物内部は焼け落ち、外壁は真っ黒になった。そして修繕の際に焼け焦げた外壁を白いペンキで塗ったことからホワイトハウスと呼ばれるようになった。なおこれが正式名称となったのは1902年第26代大統領セオドア・ルーズベルトの時からである。新鮮な貝を選ぶコツ。おいしい魚の選び方には目が利く人でも、貝となると意外に見分け方を知らない人が多い。魚以上に貝は鮮度が命。鮮度が味を決めると言っても過言ではない。生きている貝が最上であることは言うまでもなく、死んでしまうと貝の美味しさは半減してしまう。貝の鮮度を見分ける第一歩は貝の口の開き具合。人間でも口をポカンと開けている人は脳みその程度が疑われてしまうように、貝も口が開いているものは敬遠すること。反対に口をしっかりと閉じているものが生きている証拠である。では口を少し開けている場合はどうなのか。そんな時は魚屋に睨まれないように気をつけながら軽く手を触れてみる。すぐに口を閉じたらまだまだ元気な印である。賃貸住宅の原状回復のトラブル。進学や就職、転勤など賃貸住宅から引っ越す際、トラブルが後を絶たないのが原状回復である。
部屋のダメージや修繕の範囲について借り主と貸主で解釈が異なることが理由である。退去時にトラブルを避けるためにも、国が作ったガイドラインを参考にすると良い。賃貸住宅の入居者は、故意や過失によって部屋にダメージを与えると、それを復旧する原状回復の義務がある。もし、床に物を落として傷がついたりすると、原状回復が必要。建物や設備の自然劣化や常識的な使い方をして起きるダメージの修繕は、貸主が負担するのが原則である。借主が掃除などお部屋の管理を怠ると、全館注意義務違反となり、修繕にかかる費用は借主の負担となる。つい見落としがちな結露による壁紙に広がるカビやシミがこの違反にあたる。また、気づきづらい押し入れの結露も借主は把握する義務があるのだ。原状回復のトラブルは、例年1万件を超える相談が国民生活センターに寄せられている。特に、引っ越しシーズンの3月と4月は集中するため、部屋にダメージがある場合は、事前にスマホで撮影し、記録を残すことも忘れないようにすること。神社の箱犬の片方は、実はライオンである。神社の手前や参道の入り口の両側に、雌雄一対の形で鎮座する狛犬。一般的に一対で狛犬と言われるが、実は2体は別々の想像上の生き物である。多くの場合、拝殿に向かって左側に鎮座するのが、インドやエジプトを起源に、中国から朝鮮半島の高麗を経て伝わってきた箱犬。向かって右側が、神の眷属として鎌倉時代に中国から伝わった獅子、ライオンである。口を開けた、あ行をしているのが獅子。口を閉じた、うん行をしているのが箱犬である。オロナミン C のオロナの由来は、オロナイン南高から来ている。オロナミン C のミン C は、ビタミン C が由来であるが、オロナミン C のオロナは、オロナイン南高。オロナイン南高は、大塚製薬の元祖看板商品の人気にあやかり、美味しく元気になる炭酸飲料に、オロナイン南高とビタミン C を合わせ、オロナミン C と名付けた。南高の成分である殺菌剤を開発したアメリカのオロナイトケミカル社の社名が由来である。オロはスペイン語で黄金という意味。当時の殺菌成分が9つあったことから、オロナインと名付けられた。ポカリスウェットの、スウェットを汗ということから、汗をかいた時に飲むことがわかるが、ポカリスウェットのポカリには意味がない。五感が良かったから名付けられたのだとか。日曜大工でコンクリートを作る本格的な方法。
日曜大工も本格化してくるとコンクリートを作る必要に迫られることがある。コンクリートはセメント、砂利、砂、水が原料であるが、場合によってその配分が異なってくる。基礎の部分など耐久性が要求されるときはセメント1、砂 2.5、粗い砂利4の割合にして、また舗装のように厚みのないところであればセメント1、砂2、砂利3の割合となる。その作り方はまず、鉄板や木の板など平らな場所に必要な砂を鳴らしながら広げる。次にセメントを加えて混ぜ、全体が灰色になったら砂利を加えてさらに混ぜる。よく混ざったところで一山にまとめ、中央に穴を作る。そうしたら、そこに水を少しずつ注ぐ。端の方から混ぜ合わせ、コンクリートが滑らかな糊状になったら完成である。懐石料理の懐石は2種類あるが、どう違うのか。懐に石と書いて懐石の方は、茶会の席で出される料理で、空腹のまま抹茶を飲むのは胃に悪いということで、その前に食べる軽食のことである。会うに席の方の懐石は、互いに打ち解けられるようにお酒が振る舞われるのが前提であり、会合を開くときに食べる料理のことである。ビールはなぜ泡が出るのか。ビールの泡の正体は炭酸ガス、つまり二酸化炭素である。ビールの瓶の中には二酸化炭素が詰まっており、栓を抜いてグラスに注ぐと泡が溢れ出てくるのだ。この二酸化炭素は人間が瓶の中に入れたものではない。サイダーなどは甘い水と一緒に二酸化炭素も瓶に詰めているが、ビールの二酸化炭素はビールが作られるときに自然にできるものである。ビールは主に大麦と発酵させるための酵母、そして香りをつけるホップからできている。この中の酵母が大麦の中に含まれる糖分をアルコールに変え、ビールができるのだ。そしてこのように酵母から二酸化炭素が出てくるのだ。この二酸化炭素を逃げないようにして瓶に詰めてあるため泡が出てくるのだ。その上、大麦の中に含まれるタンパク質やホップに含まれるルプロンという樹脂成分が泡を消えにくくしているため、サイダーなどと違い、ビールの泡はなかなか消えないのだ。漢字の下手の三通りの読み方。下手と読むと、やり方や手際がうまくないことで、下手と読むと、位置が下の方にあり、風下や川下のことで、下手と読むと、川の流れていく方や、舞台を客席から見て左側のことである。同じく、生物も三通りの読み方がある。生物は、動物や植物、微生物のことで、生き物は、
生きているもののこと。生ものは煮たり焼いたりせず生の状態のこと。さらに、最中も、最中と読むと何かをしていて一番盛んな状態のこと。さなかと読むと最中と同じ意味。もなかと読むと中にあんの入ったお菓子のことを表す。たこ揚げのたこはもともとはイカであった。たこは平安時代に中国から日本に伝わり、鳥の飛びに似せた形から紙に飛びと書いてイカと呼ばれた。その後、庶民の遊びとして広まると、これに足をつけた姿がイカに似ているため、イカのぼりと呼ばれるようになる。ところが江戸時代に幕府によってイカのぼりが禁止されると、江戸っ子がタコのぼりと言ってこれを続けたことからタコ揚げという呼び名が広まっていった。チョコラ BB のチョコラはチョコレートとコーラから来ている。チョコラは昔から国民に親しまれていたチョコレートとコーラを組み合わせた造語である。70年以上前、エーザイの創業者はチョコレートを使ってコーラのような新飲料の開発を検討していた。その飲料の名につけようとしていたのがチョコラである。チョコレートを使ったコーラのような飲料は製品化されることはなかったが、チョコラという名前が親しみやすいという理由から、1951年に発売されたチョコラシリーズに起用された。ビタミン A が入ったチョコラ A、ビタミン D が入ったチョコラ D、1952年、ビタミン B2 が入ったチョコラ BB が発売された。発明王エジソンが映画撮影に用いた壮大な仕掛け。発明王エジソンは映写機を発明しただけでなく、世界初の映画スタジオも作っている。そのスタジオ名はブラックマリア。当時の性能の悪いフィルムでもコントラストがはっきりつくように、建物を黒く塗ったことからこの名前がついた。このブラックマリアにはもう一つ壮大な仕掛けがあった。性能の悪いフィルムにコントラストをはっきりとつけるためには、明るいシーンではたくさんの光量が必要となる。そこで、ブラックマリアの天井は、昼間は外に向かって開き、太陽の光を十分取り入れられるようになっていた。しかしそれだけではない。太陽がどんな位置にあっても大丈夫なように、なんと、スタジオ自体が回転できるようになっていたのだ。このスタジオは、円形のレールの上に乗っており、モーターの力で360度回転する。このモーターも、もちろんエジソンが発明したものである。
サングラスはもともと日よけではなく、裁判官の表情を隠す道具であった。日光や強い照明などから目を保護するためにかけるサングラスであるが、このサングラスのルーツは意外にも12世紀の中国である。サングラスは裁判官が身につけるアイテムの一つで、裁判官がどのような判決を下すか、傍聴者に悟られないようにと顔を隠したのが始まりである。また、他の説としては、古代ローマ皇帝ネロが円形闘技場の催しを観戦する際に、エメラルドのレンズを入れたメガネを使っており、これがルーツだというものもある。餅はなぜ焼くと膨らむのか。餅はもち米から作られるが、中の成分は主にでんぷんからできている。この餅を焼くと、でんぷんが餅の中にある水分を含んで、粘りのある柔らかいものになる。そしてこれが伸びてゴムのような形になるのだ。餅の中の水分は火で温められることによって水蒸気となる。すると体積が増え、この水蒸気が餅を風船のように膨らませるのだ。中学生でプロ棋士になった5名。今までに中学生でプロ入りを決めたのは、引退した加藤一二三、谷川浩司、羽生善治、渡辺明、藤井聡太、この5名である。史上最年少は藤井聡太の14歳2ヶ月。1954年に加藤九段が記録した14歳7ヶ月を62年ぶりに更新したのだ。藤井聡太は2020年7月16日に最年少で8大タイトルのうち棋聖戦に勝利し、8月20日には王位戦を獲得し、18歳1ヶ月で最年少2冠に輝いた。これまでの2冠最年少記録は羽生善治の21歳11ヶ月であった。プロ棋士を目指すには日本将棋連盟が運営する奨励会というプロ棋士養成機関に入会しなければならない。試験は毎年1回、8月に3日間開催される。合否の判定は、対局試験、面接試験、書類審査で決まる。奨励会には、関東と関西合わせて、約170名がいる。小学生のうちに奨励会に入らないと、プロ棋士になることは難しいのだとか。屋根の上にシャチホコが乗せられているのはなぜなのか。城の天守などに見られるシャチ。これを初めて天守に置いたのは、織田信長が築いた安土城で、それ以降、各地の城に広まっていった。もともとは、屋根の端から雨水が入ってくるのを防止するためにつけられた瓦が、なぜ、
このように装飾されるようになったのかというと、火事よけのおまじないであったと考えられている。シャチは想像上の生き物で水を呼ぶと言われていることから、火事よけの守り神として重要な施設の屋根に乗せられたのだ。無比の名前の由来は、比べるものがない。ないに、比で、無比である。比べるものがないほど優れていることを意味する、無比を、そのまま商品名にしたのだ。製造開始した、1926年当時、医薬品は、漢字の商品名が多かった。あえてカタカナの商品名にすることで他の商品との差別化を図った。社名の池田模範堂の模範は初代社長の池田柿津が社会の模範になる会社にしようという思いを込めて池田模範堂という社名になった。美女に惚れさせるなら、見当を見せよ。ローマの格言に、このようなものがある。ボクシングを見た女性は、非常に惚れっぽくなる、ということだが、この格言は、心理学の実験によって、本当だと証明されている。ダットンとアロンという心理学者が行った、有名な、吊り橋の実験と言われるものがそれである。被験者は男性で高い吊り橋を渡る。橋の途中で前方から美人がやってきて、研究に協力してほしいと言い、男性に簡単な質問をする。この研究に関心があれば、後日電話をくださいとメモを渡す。実験は、橋を渡る前の男性についても同様に行われたが、結果は、橋を渡る途中で美人から声をかけられた男性の方に、後日電話をかけてきた人が多いと判明した。前者の男性の方が女性に魅力を感じた。人間は、恐怖感が高まると、惚れっぽくなると言えそうであるが、厳密には違う。つまり、本当は怖くて興奮しているのに、美人を見て興奮したと勘違いしているだけである。郵便局の郵便番号マークはどこから来ているのか。郵便局のマークは世界共通ではなく日本オリジナルである。郵便制度が誕生した明治時代、郵便は逓信と呼ばれており、その頭文字であるカタカナの手を図案化したものである。当初は逓信をローマ字で表した時の頭文字、T であったが、後に T は国際郵便の取り扱いで料金不足の郵便物につけるマーク、タックスと判明した。慌てて T の上に一本棒をつけて変更したのだという。福島県二本松市の豆まきの掛け声は、福は内、鬼外である。そのわけは、明治時代、二本松藩の殿様の名前に忖度したからである。二本松藩の殿様は、ずっと
庭師であった。お庭外、これがお庭が外となってしまうため、和を取って鬼外に変わった。ちなみに、茨城県では、お庭外、福は内、福の神でぶっちめろ、である。ぶっちめろとは、この地域の方言で、追い払え、という意味である。宮城県では、福は内、お庭外、天内、地内、四方内、鬼の目ん玉ぶっつぶせ、である。天気が読めたり、水が出る場所を読めたり、鬼の目には特別な力がある。鬼をやっつけるときは、まずは目からやっつけるのだとか。北海道や東北では、大豆ではなく落花生をまくのだという。バターはどのように作っているのか。バターは牛乳の中の脂肪分、つまり油だけをより分けて固めたものである。その方法は、まず牛乳の入った容器を速いスピードでぐるぐると回転させる。これで牛乳は脂肪分の多いクリームと少ない脱脂乳とに分かれる。このようにしてできたクリームをしばらく寝かせておき、その後また急速にかき混ぜると脂肪分が集まって塊ができる。これがバターである。しかし、この塊にはまだ脂肪分以外にもバターミルクが含まれている。そこで、これに冷たい水をかけて、バターミルクを洗い流し、よく練ると、完全なバターが出来上がる。バターには、普通パンに塗ったり、料理に使う塩を加えたバターと、ケーキ作りなどに使う、全く塩気のない、無塩バターがある。私たちがいつもよく食べているケーキ、パイ、ビスケット、クッキー、キャンディーのほか、シチューやグラタン、カレー、ステーキなどにも使われ、今やバターは美味しいものを作るのに欠かせないものとなっている。